はい、こんにちは。おともの藤原です。ちょっとね、久しぶりの投稿になってしまったんですが、なかなかキャンプに行けなくて、どうしても動画投稿が遅くなってしまいました。まあ、今日もね、室内での撮影になるんですが、よかったらぜひ、見ていってください。で、今日はですね、僕の、キャンプを撮影する撮影ギア、撮影機材についてお話ししていこうと思います。ちょっとね、どんな機材使ってるんですかっていうリクエストとかもあったので、今まではやってこなかったんですけど、今日はね、ちょっと簡単ではありますけども、どんな道具を使っているのかっていうのをお話しさせていただこうかなと思います。で、ここ最近、動画投稿じゃなくてね、ラジオの方をやる機会が多くなってるんですよ。スタンド FM っていうラジオのアプリご存知でしょうかね。そちらで、僕自身がメインでやっているキャンプのチャンネル、あとは僕と僕の師匠、コーヒーの師匠と一緒にやる名前のないコーヒー屋さんっていう、まあ、コーヒーに特化したね、ラジオ番組、この2つを今収録をしていて、そちらに結構時間取られることが多くなってきてですね、あとはここ最近流行りのズームミーティングとかズーム飲み会にね、どうしても夜は時間が取られてしまって撮影ができませんでした。なのでちょっと久しぶりにね、今日はしっかり動画撮っていこうかなと思います。で、一つお断りしておくと、正直僕カメラに関してあまり詳しくないです。なのでこう役立つ情報であったりとか、こう難しいねお話は全然できないんですけど、まあ、僕が今ね作ってきているキャンプ動画、どんな撮影機材を使っているのかっていうのはお見せできると思いますので、何かしらの参考にしていただければなと思います。はい、それではね、実際にやっていきましょう。まずはカメラからご紹介していきたいと思います。僕が持っていっているカメラは、主に2台あるんですけども、まずはこちらソニーの α7S2。 もともとはパナソニックの GH4 を使ってたんですけども、キャンプ動画を撮っていくにあたり、こういろんな海外の人のね、こうキャンプ映像とかいろいろ見ていくと、この α7S2 で撮ってるキャンプ動画が個人的にこうツボだったんですよ。色味であったりとか、その雰囲気がね、空気感がすごくいいなと思ったので、これでねキャンプ映像を撮ってみたいということで買いました。で、キャンプの映像を撮るときに僕一番 こだわってるというか、まあ、気にしてる部分っていうのは夜の映像なんですね。できるだけこう夜 そのキャンプの雰囲気っていうのを、しっかり皆様にお届けしたい、まあ、高感度で撮れるこのソニーの α7S2 っていうのを選びました。正直言うとまだね、このカメラの本領発揮するような映像って撮れてないので、まあ、今後はね自分自身が納得できるような映像を作っていきたいなと思ってます。あのバッテリーがねちっちゃいんですよね。なので、どうしてもねすぐになくなってしまって、その夜のタイムラプス分がなくなってしまうので、基本的に夜だけにしてます。で、日中使うのにこのソニーの α7 III、これをメインで使ってますかね。まあ、皆さんもね使ってる方が多いと思うので、特に言うことはないんですけども、おまけ程度でね手ブレ補正もついてるし、夜もしっかり撮れるんでね、これでも結構お気に入りで今使ってます。まあ、やっぱりねそのバリアングルにならないとか悩ましい部分もあったりしますけども、確かに見づらいのは見づらいんですけども、なんだろう、構図さえ決めてしまえば意外と僕の撮影スタイルでは十分なんですよね。あ、このぐらいの画角が収まってるんだっていうのが分かればいいんですよ。こうなんだろうな、こう自分をこう自撮りする動画って僕あんまり撮らないので、僕もそのなんだろう、キャンプ道具の中の一つっていうスタイルでちょっとこう見切れてても構わないんです。そのキャンプの雰囲気がちゃんと撮れてて、それが伝わるんであればいいかなと思っているので、まああまり一回構図さえ決めてしまえば、バリアングルでねいちいちこうチェックしなくても、キャンプの時はいいかななんて思っているので、そんなに困っていません。まあ、とはいえやはりねバリアングルで自分のことが見れるに越したことはないので、まあ、最近ねこう皆さんが購入されているバリアングルで自分を見るミラーありますよね。これもしっかり購入して活用しています。あと一応レンズ伝えておきましょうか。レンズはこのソニーの α7 III の方にはタムロンの
28mm75mm のレンズをつけてます。で、α7S2 には、こちらもタムロンの 17mm28mm のレンズ、F2.8、 どちらも F2.8 同士ですね、のレンズをつけてます。で、最近出たね、もう一つタムロンのレンズが出たと思うんですけども、まあ正直欲しいですね。あのレンズも欲しいですけど、まあお値段もそこそこするので、とりあえずはこのレンズ2本とソニーのねカメラについているスーパー 35mm っていうマイクロフォーサーズのね画角で撮れる機能っていうのがあるんですけども、まあズームっていうのかな、ちょっと拡大して撮れる、機能があるので、それを多用しながら今は対応しております。はい、まあ、余裕ができればね、いつかそのタムロンのレンズもう一本買いたいなと思ってます。で、続いて、マイクはですね、こちらロードのビデオマイクロを使ってます。これ本当に素晴らしいですね。キャンプとかやってると周りの環境音って多いですよね。風が吹いたり木々がバサバサって音が聞こえて、結構自分の声が取れなかったりとか、あとはその手元でやってる音とかを取りたくてもなかなか取れなかったりするんですけども、このマイクは単一指向性でね、その向けた方向の音が取りやすかったりするので、6000円ぐらいで購入したマイクにしてはすごくいいので重宝して使ってます。いちいちね電池を入れ替える必要はないので、まあ、そういった意味でもね便利なんで使ってます。で、最近は今ね使ってますが、ロードのワイヤレス GO ですね、ワイヤレスマイク、今このね GH4 についてますけども、無線で飛ばせるマイクを使っていて、これも先日教えていただいたロードのなんだっけな、ラベリア GO だったかな、このピンマイク、これね、これにつけて撮ってます。あとは、バッテリー、予備のバッテリーですね、 α7-3 と α7-S2、それぞれ2つずつ予備のバッテリーを持ってます。そして、これいきましょうかね。 ND フィルター、これはもう本当に必須なんですけども、K&F さんから出ているこの可変式の ND フィルター、これを使ってます。で、これすごくいいのが、この先ほどのタムロンのレンズ、この K が一緒なんですよね、レンズ K が。まあ、どちらにつけてもね、簡単に使えるので助かってます。そして、ND フィルターとは別に最近購入したフィルターが、こちら、丸みのフィルターです。で、これ何かっていうと、星空をより綺麗に撮るためのフィルターなんです。まあ、実際にねちょっと使ってみたんですけども、まだねいまいちこうわからないんですよね。ちょっとねあまり綺麗なその星空が撮れなかったんですよ。このフィルターの問題というよりはその天気の問題でね。なのでまだ試せてなくて、まあ、試そうかなと思って先にちょっとねキャンプに行けなくなってしまったので、これは今後使っていきたいなと思います。興味がある方がいらっしゃれば、レビュー動画かなんか撮ってみようかなと思ってます。はい、あとは、三脚ですね。三脚は基本的に2つ持ってきます。1個は、ニューワーのミニ三脚ですね。これはテント内とかでね撮影したりするのに結構重宝してます。長くすればねこれぐらいの高さにはなってくれるので非常に使い勝手がいい三脚ですね。はい、そして、もう一つ、三脚、こちらは、マンフロットのエレメンツっていう三脚で、非常にコンパクトで軽い三脚ですね。結構伸びるんですが、これなんで選んだかっていうと、そのバックパックキャンプするときにも持っていけるサイズ感なんですよね。これだけコンパクトになってくれるので、そのバックパックのこのサイドの部分にね刺して持っていくことができるんで、これを購入しました。これ以外に、三脚もいくつか持ってるんですが、唯一ご紹介するとすれば、この俯瞰撮影ができる、この真上からこうカメラをね俯瞰で撮る撮影ができる三脚なんですけども、それも持ってます。キャンプで料理とかを撮ったりするときに真上から撮りたいって言ったときはその三脚を持ってきますね。あとは、タイムラプスの撮影をするときにどうしてもねレンズが結露してしまうので、レンズヒーター、なんかAmazon で購入した安いやつ、これも持ってってます。ちょっと大きいですけども、これね動画でも紹介したと思いますが、ポータブル電源、もう充電しなきゃいけないものがいっぱいあるので、これを持ってってます。これはね本当に重宝してます。そのバックパックで持っていくときにも
ちょっと重いですけど、2キロぐらいあるんでね、重いんですけど、タイムラプスとか撮ったりするときに、その α7S2 だとバッテリーが切れてしまうので、これで給電しながら、夜からもう朝までずっと撮りっぱなしってこともできるので、まあ、ポータブル電源の割にはね、かなりコンパクトだし、持ち運びができるので、重宝して持ってってます。で、これの詳しい概要に関しては、動画以前上げたので、アイマークかなんかにね、載っけておきますので、興味のある方はぜひ見てみてください。あとは、これもね、持っていくとき持っていかないときがあるんですけども、動きのある撮影をするときは、ジンバルですね。ビービル S 持ってってます。で、ジンバルは本当に今までね、重くて、大きくてね、キャンプには非常に持ってきづらいと思ってたんですが、このビービル S のおかげで、それが可能になりましたね。まあ今ね、ちょっと、いろんなオプションがついてるので、いかつく見えると思うんですけども、本当に小さいジンバルですからね。はい、でちょっとここ今ねレンズモーターっていうんですかね、ピント合わせたりとかズームしたりするためのオプションパーツつけてるので、ちょっとこうごちゃごちゃとなってますけども、このサイズのジンバルっていうのは本当にありがたいですね。僕みたいにバックパックでもね、このジンバルを持ってきたいなんて言った人はもうこのジンバル一択なんじゃないかなと思います。はい、であと、ライトなんですけども、結構ねライトも持ってきます。まず今使っているのがこれですね。モーマンの LED ライト。これと、あとは今、この背景を照らしているライト。カラーライトですね。これはこう、色をね、変えてくれるので、ちょっと面白い映像が撮れたりするんですよね。ね、はじめ僕、このカラーのね、ライトを使いこなせないかなと思ったんですけども、意外とキャンプと相性が良くてですね、ちょっと変わったそのキャンプ映像っていうのを撮ることができるので、結構お気に入りです。いくつかね違うタイプも出ているので、なんかもう一個ぐらい持っててもいいんじゃないかなって思ってますね。はい、で最後いきましょう。この、機材を入れていく、カバンが、こちらですね。これも動画にしたことがあるんですけども、M ビチオネムっていうね、バッグです。まあ、これは詳しいことは言いませんけども、本当にカメラを入れるのに適した、カバンですね。はい、これに入れて持ってってます。まあ、この中にね、そのジンバルとこのポータブルバッテリーは入らないんで別になりますけども、それ以外はバッグに入れて持ち運んでます。はい、まあ、こんな感じで、撮影機材、ご紹介させていただきましたが、今後はこういったその細々とした機材をどういうふうに使っているのかとか、どんなシチュエーションで使っているのかっていうのも、まあ、キャンプしながらちょっとお話しするね動画を作ってもいいかななんて思ってます。まあ、今後もね、そのキャンプのためにこう撮影機材っていうのは導入していくと思いますので、まあ、もしかしたらそういったものに興味がある方もね、このチャンネル見てる方でもいらっしゃるかもしれないので、ちょっとねそういった、撮影ギアとか撮影方法っていうのをね動画にしていこうかなと思います。まあ、もしねその僕の動画でどういう風に撮ってるんだろうなとか、どういうような撮影の仕方をしてるんだろうなっていうのがもし気になった方がいらっしゃれば、ぜひそういった動画も見ていただければなと思います。はい、それではね本日は僕の、キャンプで使っている撮影機材というのをご紹介させていただきました。まあ、量が多いんでね、ざっと説明するだけになってしまいましたけども、今後はねもう少しこう踏み込んだ話とかができればなと思ってます。それでは、今日はこの辺で失礼したいと思います。早く楽しいキャンプができる日を願っています。それでは今日はこの辺で、またね、バイバイ。